はい、どうも、ピーちゃんと申します。皆さん、プロスペースやってますでしょうか？ということで、今日は何をやっていきますかと言いますと、もう画面に映ってる山崎武さん、ゲットできたので、使っていこうかなと思います。はい、ということで、山崎武さん、ゲットできました。はい、先日のね、生放送でガチャ引いた際に、なんとか最後の10連で出てくれましたということでね、能力見ていきましょう。弾道アーティストのミート82、パワー82、総力60の AAC です。もうね、豪華すぎる。今回の OB 第1弾は今後に期待してしまうね、これは。はい、ということで、まあね、守備は D と裏捨てもあんま高くないんですけど、まあ基本 DH の仕様になるのかな。はい、多分 DH で使う方が多いかなと思います。まあできてファーストぐらいですかね。まあ外野でも、まあ、総力 C あるんで、まあ、いいっちゃいいんですけど。でね、なんといっても特殊能力、超アーチスト広角回、存在感と。これね、何が強いか分かります？皆さん、場面に依存しない特殊能力なんですよ。まあいい例を挙げるとするなら、丸さんとかも、もう全部自分で解決できる特殊能力なんですよ。だから丸さんが強いって言われるゆえんでもあるんですよね。で、山崎武さんも超アーチストと広角存在感、これ全部自分で解決できる特殊能力なんですよ。それがマジで強い。だけどね、チャンスがあるバッターは結局二塁以上にランナーがおらんとチャンスは出ないし、チャンスメーカーはランナーがおらん場合じゃないと発動せんとか、結局ね、場面に依存するんすよね、そういう特徴の力は。でもこれは全部自分で解決できてマジで最高です。はい、ということでね、山崎武さん早速使っていこうかなと思います。あの前に、あの自分、楽天版を超一で持ってたんですけど、それミキサーしてしまったんですよ。なので、まあ帰ってきた、お帰りなさいということで、で、自分が使うのは特殊能力マックスの超4を使っておりますということで、どうぞ。山崎武さん、これからもうレギュラースタメンよ。余裕でスタメンですね。もう使わんでも分かる、なんかこの多分打ちやすいんやろうなっていう。楽天であんだけ打ちやすかったけん、多分広角ミート A はやばいと思うけどね。もうめっちゃワクワクしております、使うの。ちょっとリアタイが久々やけん打てるかどうか分からんけど、うわ強能力。さあ初打席です。さあ打ちてー、マジで。えぐーああそういう感じね、そういう感じね。まあまあまあ知っとったけどさ、まあまあまあ知っとった、うん、知っとった。多分そうなんやろうって、多分そうなんやろうって思っとったけど、あーもう満足。あーお腹いっぱい、えぐいてマジで。楽天のミート D、 ミート C であんだけ打ちやすかったのに、もうミート A でおまけに広角ついちゃったよ。さあ来た、広角は出てない。はい、これです、これです。もうなんか当たれば入るんか。へえ、山崎武史さんって当たればホームランなんや。うん、そういうことね。うん、納得しました。はい、もう当たればホームランらしいっす。はい、えぐい、マジでえぐいぞこれ、マジでえぐいぞ。俺正直今のツーシーム適当に振りたいんね。でミートがでかいけん、多分ミート外れても入るんや。じゃ広角出てなかったし、正直多分カーソルガバっとったよね、さっきの山崎武さんのホームラン。クソ、ガバっても持っていくんや。聞いたと一緒じゃん。よしよしよし、回る回る回る、これ絶対回る。よし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 、来た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 。あー広角ないか。
えぐい。やっぱ最高すぎる。えぐい、マジで。もうね、規格外。マジで一番今打ちやすいかもしれない。マジでこれ使ってみてほしい、みんなに。なんかもう正直さ、もう吉野部さんがすげえ強くてすげえ打ちやすいのなんてもう知っとるやん、みんな。で、掛布さんもねすごい強いし、まあ、すごい打ちやすいのもみんな分かって当然やろうけん、なんかね、そのダークホース的な、マジで楽しいな。いや、ちょっと外角見せたい、みんなに。あの外角のフォロースルーを、たけしさんの外角のフォロースルー見せたい。落ちろ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 、オッケー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 、たけしさん。さあ、アーチスト存在感降格はなしと。うわ、フォロースルー出らんかった。えぐいな、でもマジでえぐい、なんじゃこれ、マジで楽しい。はい、全打し。たけし見た見た、今みんな見た、フォローする。たけしあれ流し専用のフォローするなんよ。たけししか勝たんな、マジで。さあ、バースがホームランで、はい、全出し。これが強い、マジで全出しすぐ出る。ツーシーム来て、内角か外角。うわ、もうフォーク攻め嫌だ、すぐ行くよ俺。うわ、球伸びる。これないよな、広角って。身内好きなら吉野部さんよりたけしさん。たけしさん、絶対たけしさん、絶対たけしさん。それは右打ち好きな人は絶対たけしさん取った方がいいよ。吉野部さん得の強い、マジで。エグ、これです。たけしたけしもうたけしはエグいぞ、マジで。マジで今一番打ちやすい、たけしイズナンバーワン。さあ、たけしさん。パラパラパパ、外角流しホームラン見たいね。エッグ、マジでエッグ。今カーソルがばったの見えた、みんな。それでも楽天のミート C じゃなくてミート A やけん入るんよ。はい、たけしさん、いいね、ちょうどいいチャンテクがかかったよ。やべ、はい、という感じで、山崎たけしさん使ってみました。もうね、えぐいよな、えぐいわ、これね、マジで使ってみらんとでもわからんのよな。まあでもね、みんなに、いいところ見せれたかなと思います。初打席初ホームランやったしね。あと、なんといってもやっぱ超アーチスト広角存在感、やっぱね、場面に依存せん
特殊能力マジで最強、全部自分で解決できる特殊能力やけん間違いなく強い、もうこれ弱いはずがないっていうのと、あのフォロースルーが最高です。流しのフォロースルーが最高です。でね、めちゃくちゃ打ちやすいんでね、ぜひマジで取る価値あります。本当に取って絶対後悔せん、マジで。でも DH 枠取られるか代打枠はちょっと、まあ、山崎武さん使うことになるやろうけん、そこだけちょっと注意ね、みんな、あの取り行く方は、うん、まあ守備でも守らせていいけど、正直まあね、あの特殊しても D やし、補給 E やし、まあでも総力が C やけん、一応多分取れるとは思うけど、まあまあまあ、ぜひ、使ってみてください。本当にね、くっそ楽しかった、マジで。多分ね、山崎武さんの強さみんなに伝わったと思います。はい、これからも自分ずっと使っていくんで、多分ねこの光景を、見ると思いますが、ちょっとごめんね、今日はなんかずっと強い、やばい、楽しいとかなんか言い過ぎた感あったけど、もう正直それが本音です。もうそれが全て、もうね